標は複数、確保しろ。ということで画面の前の皆さん、こんにちは、コルツァーです。今回はね、このね、追加された新モードをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。目的を伝えると、今あそこにドルマークでダッシュってあるじゃないですか。あの現金を回収した後に、まあこのマップのどっかにある回収地点に向かうんですよね。赤いのろしが上がってるところがあるんですけど、そこに向かうっていう感じなんですけど、まあ、蘇生がね、このルールあるんですよ。ちょ、あれ大丈夫かな、それ蘇生入れた方がいい、大丈夫それ。まあとりあえずこうなるべく味方と一緒に行動して、このね、2対1の状況で行動して、こう、うわ多すぎ多すぎ、それは多すぎ、蘇生。まあ今みたいな感じで固まってるとめちゃめちゃ有利なんですよ。正直言ってパーティーゲー感が半端ないっていうか、今味方がね、うまいこと両側から挟んで倒してくれましたけど、やってくれるかな。これでこのドルマークを、あ、今回収してますね。キャッシュを所持しました。で回収地点に向かうんですよね。で、まあ、こういうなんかマップのところどころに弾薬と、今回復手に入れましたよね。こんな感じで回復が落ちてるんで、それを拾いつつ、まあ、その回収、現金を回収するっていうルールになってますね。で、1回倒されると気絶が入るんで、蘇生してもらうこともできます。なんでバトルのまあ練習にもなるかなみたいな新しいルールですね。とりあえず最初のラウンドはこんな感じで、みんなハンドガンしか使えないんで、まあとりあえず最初のラウンドで、ね、どれだけね、このポイントスコアを稼げるかっていうのがかなりでかいんですよ。でこの稼いだスコアによって、目標は複数、まあこんな感じでゾンビモードみたいな感じで買える武器が変わってくるんですよね。そのドルが今2952円じゃないですか。なんでこんな感じで、まあちょっと今回このマッドドックス新武器を買っていきたいと思います。でアーマーも買って、あとはデッドサイレンスも買おうか。まあこんな感じでとりあえず一通り装備は揃ってきたかなっていう感じですね。ほんとスコアを稼げば稼ぐほど強い装備が買えるので、なんでまあ当然ですけど勝ってる方が有利によりなっていってしまうという。ただまあその分ね、一発逆転も大いにありえるんで、そこは面白いところですよね。でこうやって弾薬と HP 回収して、今回真ん中にドルがあるんで、とりあえず真ん中は任せますか。2人見てくれてるんで、僕はちょっと裏怖いんで裏警戒しておきます。ここでも回復ゲット、弾薬ゲット。これで回復と弾薬が僕2マガジンと回復2つになりましたね。こんな感じできちんと物資を回復しないと戦えないので、味方が回収しに行ってるかな。相手まだ5人いる状態なんで、ちょっと1人で無茶みたいなことはしたくはないんですけど、来なさそうだね。こっち側裏取りに行っちゃおっか。裏取り行っちゃいましょう。目標は確保した。ナイス確保。で弾回収して、おい、いるのこれ、ここにはいない感じ。ナイスキル、ナイスキル。あ、まだキルはできてない感じか。やっぱいますね、ここ。敵チームの内容残り1枚。やべ、ちょ、1回回復入れて、味方が多分詰めてきてくれてるんで、俺はここで、で今度俺が逆にカバーしてあげて、またすぐ回復、逃げる、1回リロード。お、なんか味方があれですね、キャッシュを確保してくれてましたね。素晴らしい。まあこんな感じで敵を全滅させるかキャッシュを確保するっていうのが勝利条件になってるんで、今みたいに俺が時間稼いでる間に味方がしれっとね、キャッシュを確保してくれれば勝ちですね。まあ基本的にこんな感じで敵もね、ちゃんとカバーできる距離にいることが多いので、単独行動はまあ結構難しいかなという感じがしますね。じゃあこの武器強化していきますか、せっかくなんで。 OK。 でこのね、ファイアユニットってのが連射速度が向上した状態で銃弾を発射できるって書いてあるんですけど、このね、マッドマックスの場合違うっぽいんですよね。これ連射速度が速くて弾数が多いっていうのが、まあこの子の特徴なんですけど、なんかね、この子の場合ね、このファイアレート強化がちょっと変わった方向に出るっぽいんですよ。わかりますかね、レートが遅くなってるんですよ。レートが遅くなって多分威力が上がるみたいな、だからランパートみたいなノリになるんじゃないかなっていう感じですね。まあとりあえず弾の無駄遣いはできないんで、よいしょ、回収回収。この補給地点をね、ちゃんと覚えておくってのも結構大切な気がしますね。こっち側にも補給ポイントがあるんで、回収回収。これで僕はもう2回回復と、まあ、2マガジン手に入れたんで、まあ、また裏取り行きましょうか。とりあえず2回回復できればある程度裏取りも怖くないんじゃないか。 OK。 で1回ここは冷静に引きましょう。でちゃんとリロードして、今映ってたな、ミニマップで。いや、マジか、すまん、味方一人こっち側に来てくれてるけど、ナイスカバー、素晴らしいぞ。デルタ JP 素晴らしすぎる。もう一人いるから気をつけや。ちょ、向こう寄るか。あ、来てくれてるな、大丈夫かなそれ。
まずは蘇生のがいい、まずは蘇生のがいい。ナイスナイスナイス、ありがとうありがとうありがとう。で Y が回復入れて衛星リロード、相手2人で、あ、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、これでかい、相手これだと1人回復と HP 回収、いいっすね。デルタ、あ、今映ったな多分。オッケー、いいっすね。さあさあさあ、これであとはあのドルを回収するだけですね。ペイデーっぽいよね、このドルバックを回収するところは。まあここまで来たらもう勝利確定なんで、目標は我々のものだ。でこのドルバックを回収したらどこだ、回収地点、回収地点どこだ回収地点ないぞ、回収地点なくね。まあとりあえずどの道、ああ、あった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 、こんな感じでのろしが上がってるところがあるんで、ここで回収っていう形ですね。いいっすね、ストレート勝ちしてますよ今のところ。このままどんどん行っちゃいましょう。目標をダッシュしろ。さて3900まだ入ったんで、アーマーとアーマーとこれ、この辺上げていくか、この辺上げていきますか。ゴーストもいる、ゴーストは UAV 出す敵いないからな。あとは装備で、じゃあセンサーダートも買っちゃいますか。これでだいぶ戦いやすいんじゃないかな。行きましょう。まあなんか予想通りでしたけど、やっぱりあのビリビリのブルルルルルってなってしゃがんだ状態がやっぱりあの気絶状態みたいな扱いでしたね。なんで多分バトラーモードもね、こんな感じで全く同じ気絶状態というかモーションになる気はしますね。なんでまずはとりあえず弾薬と、大丈夫それ一人気絶してるな、弾薬と回復を回収して、蘇生入ったかな、あれこれもう2つなんでフルだな、これ回収できちゃうかな。元気拾います、目標確保。よいしょ、なんか裏で気絶してんな、大丈夫か、 SR だったか。とりあえず蘇生に行きましょう、いいよ OK。 で蘇生したんで回収地点入っちゃいますか。もうなんか普通に敵4人いるけど、これは入れちゃいそうじゃね。ナイフが残り少なくなってきた、うわやばいやばいやばい、ちょ回復させてくれ。一応この元気引き出しは敵にもねマップ表示されちゃうんで、そこは気をつけなきゃいけない。せっかくなんでこれを使って周りを周囲警戒させておいて、こっち2対4ですけど現金引き出しできそうっすね、無事多分大丈夫じゃない。 OK ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあこんな感じで敵を全員倒す必要もないっていう感じのルールになってますね。非常に面白いマジで。まあパーティーゲー感は否めないんですけど、ただなんだろうな、より味方との連携というか味方の位置だったりとかっていうのがね、まあ蘇生がある分必要になってくるんで、本当バトルロワイヤルモードのいい訓練になるんじゃないかなと個人的には思いますね。はい、まあということで最後までご視聴いただきありがとうございました。このモードだと今みたいに新武器の方もねレベルマックスにしなくても使えるんで、ぜひ遊んでみてください。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。コレスさんでした、お疲れ様です。アーツーパーン。OK いいぞいいぞ、ミカルさんの美意識がマジで高え、超ありがてえ。そして敵さんが1人減ってるのも正直めっちゃ助かってる。